ゆっくりの、怖ーい話。気のせいかもしれませんがよろしいですか。2チャンネル、オカルトイタ、身の回りで変なことが起こったら実況するスレ、ここに気のせいかもしれないと思いながらも、異変を書き込む者が現れた。身の回りで変なことが起こったら実況するスレ、26。ここはオカルトイタでもご長寿スレの一つです。こんばんは、気のせいかもしれないんですが、1時間ぐらい前から自分の部屋の前に人の気配がするんです。気になったので、ドアを開けて確認したんですが誰もいませんでした。ちなみに自分の部屋は2階建てアパートの2階の角部屋です。自分は霊感ゼロなんで心霊現象ではないと思うんですが、不安だったので書き込みしてみました。また何かあったら報告します。二人暮らしするんだ、解決したろ。解決しましたね。ここはこんな感じのスレです。嘘です。面白そうな話には住人たちは食いついていきます。助けてください。誰かが玄関の郵便受けをパタパタしています。一人暮らしの女子高生なのでとっても怖いです。やり返せ。次の方どうぞ。そしてここである書き込みがありました。気のせいかもしれませんがよろしいですか。気のせいかもしれないと断る住人に対して周りは。とりあえずどうぞ。何が起きてるの？頼むぞ。先を促します。先ほどから某施設に乗車しているのですが、様子がおかしいのです。どんな風にかを書いてくれないと。いつも通勤に使っている電車なのですが、先ほどから20分くらい駅に止まりません。いつもは5分か長くても7、8分で停車するのですが止まりません。乗客は私の他に5人いますがみんな寝ています。もう、電車降りちゃったりしてないよね。特急とか確定とかの違いじゃないの。快速電車。ご指摘通りに、乗り間違えた可能性もあるかもしれませんね。もう少し我慢してみます。また、おかしいようであれば相談させていただきたいと思います。とりあえず一番端っこの車両に行って車掌を見に行ってみれば、もし運転手が転換を起こしてたら大変だ。車掌室まで見に行ってこい。まだ止まる気配がないのでちょっと見てきます。こういう時に一人になると大体死にます。路線と乗った駅名をまず書きましょう。ブラインドというか窓に目隠しがしてあって、車掌さんも運転手さんも見えませんでした。路線は静岡県の私鉄です。外に一旦出てみるのはダメか。走行中の電車から飛び降りろってか。もしかしてそのまま車庫行きだったりして、路線の名前教えてくれたら、運行ダイヤを調べられるんだが、アンドロメダ直行ですよ、鉄郎。私も乗ってみたいぜ。コテとトリップつけてくれ。ここでトリップをつけてくれました。はすみさんというそうです。下の名前なら女性でしょうか。ここからは女性ボイスで行きます。窓を叩いてみたのですが返事はなかったです。他の乗客はまだ寝てるの。起こしてみたら、何時発の電車に乗ったの。乗降予定駅かけよ。後下げてるのが携帯っぽくないんだよな。携帯から実況も楽になってきたが、窓から外見えないの。通過した駅の名前とか。いろいろと質問が来ますが、はすみさんのレスは多くありません。もう、アボーンしちゃったのか。トンネル出てから速度が少し落ちました。普段トンネルなんてないのですが、新浜松からの電車です。現状と路線の情報を書き込むはすみさん。暴走列車か、ときめくな。そこで事態が動きます。止まりそうです駅みたいです。まさか降りないよね。何駅？検索してみようか。今木更木駅に停車中ですが、降りるべきでしょうか。聞いたことも見たこともない駅なのですが。木更木駅、一体どこにある駅なのでしょうか。何時の電車に乗ったの？ぜひ降りてみて。駅員に聞いてみれ。街のネオンとか見えんの。降りてしまいました。無人駅です。乗った電車は11時40分だったと思います。木更木駅って、検索しても出ない。っていうか、蓮見君の電車は1時間も走ってたのか。木更木駅って検索引っかからないな。木更木ってひらがな。これからどうすんの？ハスミはギャルゲーマニアに行こう。古いギャルゲーにそういった設定の作品あったのかな？どっちかというとサウンドノベルだよね。警察行くってほどでもないよな。でも見知らぬ土地って怖いよな。戻ろうと思い時刻表を探しているのですが見当たりません。電車はまだ停車していますのでもう一度乗った方が無難でしょうか？と書いてるうちに行ってしまいました。停車したタイミングの書き込みから10分近く駅に止まっていたことになりますね。他の乗客は、駅員いるの？近くに人のいそうな建物はありませんか？寒いから体に気をつけてくださいね。駅から出てタクシーでも探してみます。ありがとうございました。それがよかろう、気をつけてな。なんか終わりの空気になっていますね。終電もとっくに過ぎた無人駅の周囲に、果たして容易にタクシーがあるか甚だ疑問である。タクシーどころか、何もないところでした。どうしたら？自分の居場所がわからない？そんな時どうしたらいいんでしょうか？駅員または近くにある交番へ、ゴー。とりあえず110番、タクシー会社に電話するのは、小屋もうけ行くしかないね。近くに電話ボックスがあったら、電話帳でタクシー会社調べて電話だ。駅員や電話ボックスが近くにある雰囲気ではないですね。警察に電話しても自分の場所を伝えられなければどうもできません。みんな同じようなこと言い出してる。民家とかないのか？家に電話して迎えに来てくれるよう頼んだのですが、木更木駅の場所が両親にもわからないようです。地図で調べてから迎えに来てくれることになりましたが、なんか怖いです。地図にない駅を調べることはできませんよね。ギャルゲーの世界にでもいるんだろ。さっきからギャルゲーをしてるやつなんなの。キャッツアイじゃねえよな。キーサラス、にゃ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 。脊髄反射でレスしてんのかこいつら。
他の人はどうしたの？降りたのは君だけかい？詐欺の宮ってのは違う。蓮見さん、俺もネットで調べてみたけど、木更木駅っていう駅名が出てこないんだ。新浜松周辺にいることは間違いないんですよね。ヤフーで調べてみます。この時代 Google はまだ認知されてないんですかね。公衆電話は探したのですがないです。他の人はおりませんでしたので、今私一人です。駅名は木更木で間違いないです。夜中の無人駅で一人きり。ギャルゲーの木更木駅も無人駅なん。どうやら木更木駅というギャルゲーがあるようです。ゲームオタなのか、ググったらゲームが出てきたが。今ググっても出てこないようです。蓮見よく落ち着いてきてよ。まずゆっくりと辺りを見回してみろ。そこに神社らしきものはないか。鳥をくぐってみな。目の大きい女の子がいるはずだから、自己紹介からしてみるんだ。いきなりキスしたりすんなよ。ギャルゲーの攻略法は聞いてねえよ。とりあえず駅を出てみたら、今ちょっと調べたら、鬼って書いて、木更木って読めるのね。鬼駅かよ、怖え。木更木駅の前と次の駅名を書いて、書いてないとは言わせない。ゲームって何のことですか？次の駅も前の駅も書いてないです。書いてないのか、蓮見は一生そこから帰れないかもね。そろそろ気づけ、こんなのネタだって、黙っとけってば、し、せっかちは嫌われるぞ。釣り扱い、および空気読めという住人たち。線路を歩いて帰りましょう。今から走って追いかければ電車に追いつけるかも。無茶を言う住人たち。そうですね、パニックになっていて気がつきませんでした。線路に沿って歩きながら両親からの電話を待ちます。先ほどiモードのタウン情報で調べてみたのですがポイントなんとかエラーってなってしまいました。早く帰りたいです。駅周りの情報がないのでわかりませんが人がいるところにたどり着きたいですね。周りはどんなところなんだ？何もないって言っても、山が見えるとか、畑があるとか、一面草原とか、海が見えるとか、そういう特徴を教えて。近くに建物はないの？線路沿いはやめとけ。途中から街灯も減って、真っ暗になるよ。もしさっきのが終電なら、駅員が見回りに来るはずだから。近くには本当に何もないです。草原とか山が見えてるだけです。でも線路を辿っていけば帰れると思いますので頑張ってみます。ありがとうございました。ネタだと思われてもいいので、また困ったら相談してもいいですか？いいよ、とりあえず気をつけてね。いいよ、携帯の電池切れにだけは気をつけて。今は命綱なんだからね。方向間違えるなよ。あと、トンネル内は気をつけろよ。歩いていくより、駅で夜明かす方がいいんじゃない？何もないところで携帯の電波は届くのか、駅から動かない方がいいと思うが、1時間も走ってるのに歩いて帰れるわけねえ。この時期に無人の駅に居続けるとか投資しますよ。投資しそうだから駅の方がいいんじゃ。寒い夜、駅員がいない一人ぼっちの駅、もうすぐ電球も落ちて真っ暗になるかもしれんな。線路はもっと真っ暗なわな、これからトンネルもあるんだろ。それでも駅で夜明けを待った方が無難だったかもね。これどっちの選択をしても死ぬんですか？父親から電話があり、いろんな問答があってどうしても場所がわからないから110番しなさいと言われたので、多少抵抗はありますが今から電話して助けていただくことにします。どうやらおまわりさん出動のようです。110番来たわ、でもどこにいるかわかるのかな、それが問題だな。地元の警察だったら駅くらい知ってんだろ。携帯電話の持ち主がどこにいるかは、時間をかければ探知できるって話を聞いたことがあるぞ、警察万歳。なら安心ですね。パパパッと読んだ、大体の状況はつかめましたが、ギャルゲーと何の関係があるのか理解できないまま終わるのは実に口惜しい。私も詳細が知りたいぜ。こんばんは、同級生2に木更木駅があるんでね。どうやら同級生2というタイトルのようです。そしてここまでの情報をまとめるものが現れました。まず乗っていた電車だ。普段なら駅の間隔が7、8分なところを延々1時間近く走っていた。車掌が意識不明で倒れたのかと思い、蓮見は車掌室までに行くがブラインドが下ろされ確認することはできなかった。新浜松の駅名が出てきたことから遠州鉄道だと推測される。そして、木更木駅、こんな駅名は存在しない。今、蓮見が降りたであろう。木更木駅が廃駅だとしても1件くらい検索で引っかかるはずだ。そして今蓮見は駅を降り、元来た道を歩き拾え立った。不安と戦いながら。ここから少しの間蓮見さんの書き込みは耐えます。そこは四次元の世界だから警察でも無理とだお。四次元の世界でも携帯は使えるのか。四次元と2ちゃんはいつでも繋がっていますよ。霊界チャンネルあるからね。2チャンネルってすごい。蓮見さんからの霊界通信ですか。蓮見はきっと今、一人で歩いてるんだよ。ただ、敵からほんの数メートルしか歩いていないだろうに、敵で待ちますというセリフがないところを見ると、相当な方向音痴と見た。蓮見さんとこう、俺も寝よう、みんなの死。住人たちが寝始めた頃。110番して一生懸命現在の状況を説明したのですが、結局いたずらとだろと怒られてしまい、怖くなって謝ってしまいました。俺らにも謝れ。なんでだよ。警察はいたずらとか決めつけて言わないよ。警察は結構雑な仕事しますよね。遠くの方で太鼓を鳴らすような音とそれに混じって鈴のような音が聞こえているのですが、正直もうどうしたらいいのかわかりません。とりあえず駅に戻れ蓮見。迷ったら最初の現場に帰るのが一番。だからタクシー呼べってば、蓮見はもう死んでるんだと思う。太鼓と鈴の音、シャンシャンポクポク。シャンシャンポクポク、かわいい猫で、シャンシャンポクポク。このスレで一時的に流行ったようです、ポクポク。嘘だと思われるかもしれませんが、怖くて後ろが見れません。駅に戻りたいのですが、振り向けません。走れ、絶対に振り向くな。走れ、絶対に振り向くな。いや、後ろ向きに歩いて駅まで戻れよ、目印の近くがいいって。ムーンウォークしろってか。3歩進んで2歩下がれば問題ないってシャンシャンポクポク。もう駅に向かっちゃいけないよ、連れて行かれるからね。とりあえずトンネルまで走れ、意外と近いはずだから。
おい、危ないから線路の上歩いちゃダメだよって後ろの方で誰か叫んでいたので、駅員さんかと思い振り向いたら10メートルぐらい先に片足だけのおじいさんが立っていたのですが、消えてしまいました。もう怖くて動くことができません。キャッキヤコーだね。だから振り向くな、走れ。はすみちゃん、そのおじいさんの言うことももっともだから、線路の縁を通りましょうね。とりあえず、シャンシャンポクポクって言っとけ、魔除けになるぞ。もう歩けないし、走れないです。太鼓みたいな音が少しだけ近づいてきています。あと4時間ほどで朝だ。それまで頑張れ。シャンシャンポクポク。太鼓の音が近づいてきたのかよ。シャンシャンポクポク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 。こいつらのせいで怖くなくなってしまいますね。さあ、走れ、走れ、追いつかれないようにね。電車に乗ってやよかったんだよ。そんなこと今さら言われてもな。実は木更津駅じゃなくて、木更津駅でしたなんてオチだったら、シャンシャンポクポクだな。私はまだ生きてます。転んだ傷から血も出てるし、折れてしまったヒールもきちんと持っています。まだ死にたくないよ。ヒールってことは女性ということが確定しましたね。とりあえずだな、女の子なんだったら写真写る。どうせ戻ってこれないんだし。ヒール、やっぱりハスミタンは女の子だったのか。よかったよかった。ハスミン女の子あげ。突然気持ち悪くなる住人たち。今こそ勇気を出す時だ。こういう時はあの曲を歌え。アップーコー、アップーコー、ハスミは元気。アップークノー大好き。地獄へ行こう。シャンシャンポクポク。おい、ふざけてるやついい加減にしろよ。シャンシャンポクポク。ごめんなさい。シャンシャンポクポク。ふざけて嫌がるぜ、ポクポク。ちなみに歳をお聞きしてもよろしいか。あ、俺24です。シャンシャンポクポク。お前じゃねえよ。遠州鉄道奥山線の北口駅だったりしないだろうか。結構さびれた駅なんだが。どうやらすでに使われなくなった木ヶ口、という駅があるようです。ひらがな表記ですね。いくらアホでも木更津と木ヶ口を読み間違えしないでしょう。家に電話しました。父から警察に電話してくれるそうですが、音がどんどん近づいてきます。素で、木更津駅、が気になってきた。手ついたから助っ人呼ぶ。聞いてきてちょ。実在しない駅はさすがに専門家でもわからないでしょう。なんとか頑張ってトンネルの前まで来ました。名前はイサヌキとなっています。音も近くなっているので勇気を出してトンネルを抜けてみようと思います。ハスミが無事トンネル出たらまた書き込みます。イサヌキトンネル、実在しそうな名前ですね。またググってもわからない地名来たー。サヌキなら出てくるけど、やっぱり引っかからんね。イサヌキっていう名字ならググって出てきた。もうちょっと、質問に答えてくれると嬉しかったな。結局嘘話なの、何のために、意味わかんないよ、修行が足りんな、イサヌキはなかったよな、ちょっと残念だ、あや東海地方の地名な、ほとんどないから、久々だったから、みんな飢えてたんだね、これで、締めがきちっとしたらいいね、もうちょい待つか。すでに終わりの空気になっています。トンネルから出ました、先の方に誰か立っています、助言していただいた通りにして正解だったようです、ありがとうございました、涙で顔がぐしゃぐしゃなのでハスミがお化けに間違われてしまうかもしれませんね。止まれって、やばいよ、それ。カキコキタワー、それは誰なの？カスミン気をつけて。ああ言っちゃったよ、カスミン成仏してくれ。カスミンって誰だよ？きっと警察が探しに来てくれたのだよ。ご心配かけました。親切な方で近くの駅まで車で送ってくれることになりました。そこにはビジネスホテルみたいなものがあるらしいです。皆様本当にありがとうございましたです。カスミン、聞きたいことがあるんだ答えてくれ。そこはどこなんだ？親切な人に地名を聞いてくれないか。本当に親切なのか、霊より怖いかもしれないぞ。やばいよその人なんでこんな時間に線路付近にいるんだ。きっと死体かなんかを処分しててハスミンに出会ったんだよ。逃げて。多分静岡だよ。もしかしたら愛知の手前あたりかもね。って違ってたらすまん。場所を聞いたらひなだというのですが、絶対にありえないことだと思うのですが。ひな、そりゃありえないな。静岡県富士市、ひな。実在する場所のようですね。先ほどよりどんどん山の方に向かってます。とても車を置いておく場所があるとは思えないのですが、全然話してくれなくなってしまいました。ハスミン、やばいやばいよ。親にはトンネルで手保護されたと連絡したのか。ハスミさん、110してください。あなたの最後の書き込みになるかもしれません。もうバッテリーがピンチです。様子が変なので隙を見て逃げようと思っています。先ほどからわけのわからない独り言をつぶやき始めました。いざという時のために、一応これで最後の書き込みにします。そしてハスミさんはこのレスを最後に消えてしまうのでした。無事に戻れたら書き込んでくれよ。車種と色とナンバーの一部だけでも書き込んでおけば、心配だ。シャンシャンポクポク。もう4時だわ。みんな後頼む。落ちるよ。ネタだろうと本当だろうと、実況後のこういう時間は結構好きだ。便所の残りがを嗅いでるような、気だるく切ない思いがするな。私もネタとは思っててもちょっぴり心配になってきた。こりゃ自分の状況を書き越する場合じゃないね。カスミン、明日にでも元気に報告してくれると信じてるよ。とにかく道中気をつけて。しかしハスミさんの報告はこれ以降ないのでした。釣りだったのか、本当だったのか、真実は誰にもわからない。いかがでしたか？これが有名な木更津駅です。これ以降にチャンネルにはこの駅に行く者がたびたび現れます。ツイッターでの報告もたまにありますね。そのうちそれらもまとめるかもしれません。皆さんはどう思いましたか？感想をお聞かせください。ご視聴ありがとうございました。また見てね。